見せ場やハイロテリフィアムシボルディは、弁形層か紫弁形層属に分類される、多肉性の宿根層。古典園芸植物の一つであり、タマオとも呼ばれる。和名は、見せたいという意味の古語が変形したもので、高野さんの奉仕が読んだ和歌にちなんでいると言われている。花言葉、つつましさ、大切なあなた、古くから園芸用に栽培されているものが、 日本全国各地に見られ、それらが一出し、群馬県などで野生化している。栽培一出でないと考えられているのは、香川県小豆島の間隔へのみであったが、近年奈良県内で別の自生地が発見された。編集まで含めると、越中見せ場屋が富山県の河川上流の山岳地帯に見られる。命名が高野山に由来していることなどから、 古くはもっと広い地域に分布していたと考えられる。日本国外では中国古北省に変種と考えられる株の自生が確認されている。その他同族の近縁種が東アジアの山岳の岩海地帯に多く見られる。根茎から斜め上または下水する茎を有する。茎の長さは普通2 0トルだが栽培下では3 0トルを超える。 茎には間隔を置いて3枚の葉が輪生する。角葉の長さは1から1.5センチメートルで、傭兵がなく、葉先は円形だが、基部は若干細まり、数個の低い円形挙子を有する。色は白みがかった緑だが、葉園は脳積色になる。なお晩秋から冬にかけては、全体が紅葉し、葉園と同じ色になる。は10月から11月で、花の先端に、 三房過剰なしそこに密接して開花する。色は、淡紅色で、家径は、約1センチメートル。花弁は5枚で、長さ4ミリメートルほど。劣化前の役は、濃赤紫色でよく目立つ。メッシュベは、花弁よりも色が濃く目立ち、基部は急に細まり柄状になる。アルタエミセバヤ過剰の付き方が半球形であり、歯が卵型になる点が、ミセバヤと異なる。 日高見せ葉や六甲山高山植物園、アルタイ見せ葉やのみ海外産種で、それ以外は日本産種である。これらも園芸種として栽培されており、特に日高見せ葉やは本種より矮小で場所を取らないため本種より人気がある。絶滅危具合ビール異常期にあるように、現在自生地とされているのは、香川県小豆島の寒隔系と奈良県内のみである。しかしどちらの自生地でも、 個体数は少なく、また栽培一出の可能性も完全に否定できていない。変種のエッジユーミセバヤも位置づけは同じ。野外では日当たりの良い岩の露出した場所に生え、栽培下から一出した個体は人家の石垣などにも取り付く。栽培下では庭園に植栽したりもするが、主に鉢植えにする。出根草であり、春に根茎から発芽、または 九民目が伸びるなどして、春から夏にかけて、家計を伸ばし、10月から11月に開花する。その後紅葉して、晩秋には地上部が枯れ、地下の根茎と九民目で越冬する。見応えのある葉を有し、花も美しいので、日本では古くから観賞用に栽培されてきた。しかし最盛期は、江戸時代までで、明治になるとカランコエなど他の弁慶草化植物が、 海外から導入されたので、その後の栽培は下火になっている。日本国外へはシーボルトによって、その存在が伝えられた。学名のため、商名はシーボルトへの懸名となっている。古くから栽培されているため、栽培は比較的容易である。鉢植えにする場合は、サボテン用の用土を用いる。鉢は、日当たりの良い場所に置き。 水のサボテンに乾水するのと同様に少なめにする。日陰に置いたり、水をやりすぎると寝腐れを起こす。施肥も3ヶ月に一度、固形肥料を置く程度で十分である。蒸し暑い環境を嫌うので、夏場は風通しの良い場所に置く。病虫害には強いが、稀に名画が発生することがあり、注意を要する。他の弁形草化植物と同様に、 挿し木や株分けで容易に増殖ができる。挿し木をする時期は夏の前が良い。体寒性は強いのだが、冬の休眠目には落ち葉を被せる程度の配慮が必要である。ありがとうございます。